クリミア橋の後方右側に見える建物は、新設された20世紀芸術専門のトレチャコフ美術館地図クルイムスキー橋、またはクリミア橋はモスクワの鋼鉄製吊り橋である。モスクワ側に架かるこの橋はクレムリンの南西1800メートルにあり、サドーボエ環状道路を渡して北西側のズボースキ通りと南東側のクルイムスキーバルを結ぶ。全長は取り付け道路込みで668メートル。最寄りのモスクワ地下鉄駅は、パールク・クリトゥールイ駅とオクチャーブリスカヤ駅である。パールク・クリトゥールイ駅で降り、この橋を渡るとゴーリキー公園である。現在の橋は、ヨシフ・スターリンが熱望したモスクワ都心部の再建の一環として1938年5月1日に完成した。口述のように4代目の橋であり、技師、V.P. コンスタンティノフと建築家A.V. ブラソフが設計し、モスクワ市内唯一の吊り橋である。モスクワ側の両岸にクリミアに連なる地名があり、右岸を走る環状道路沿線にクルイムスキーバルと通称される金融街、左岸にはクリミア広場がある。2007年、この橋は国連世界遺産に登録された。また登録を受けたモスクワ市は、条例改定により、2014年、橋と周辺地を地域における都市計画と建築記念碑として保護対象に指定した。初代の木造橋は、船橋で1786年に作られた。続いて固定した木製の道路橋として架け替えられ、中央の景観15メートルは、橋家の通行に対応した。どちらの木造橋も、たびたび氷と洪水で破損し、何度も修復しなければならなかった。初代の鋼鉄橋は V.K. スペエールが設計し、橋梁技師アマント・ストゥルーベにより1873年に建造された。中央の橋脚に架けた64メートルの箱型トラス2基を特徴としていた。トラスの内側を行き来する交通は密になり安全ではなかった。路面電車会社は交通渋滞を防ぐため、一度に橋を通行できる路面電車は1台に限ると規定した。スターリンのモスクワ再建の際に都心部の橋はすべて更新するか解体する計画であった。この橋は1935年に架け替え工事開始が予定されたものの、橋を渡るサドーボエ環状道路を通行止めにしては市の機能への負担が重すぎるため、新しい橋が完成するまで既存の橋を運用し続ける必要があった。そこで、従来の橋は1936年5月21日から5月26日の期間に50メートル離れた仮設の橋脚の上に移した。ソ連史上初めて4000トン128メートル規模の構造物の移設に成功した例である。古い橋は、新しい橋が1938年5月1日に、完成すると役目を終えた。1939年のソ連の切手。橋の全長は取り付け部を含めると668メートルである。最大幅は 38.4 メートル、6車線24メートルの車道と5メートルの歩道2本で構成される。ハンガーロープは1本幅4センチメートル、長さ93センチメートルのアイバーを連ねてあり、NKMZ 製作所製の SDS 鋼鉄を採用した。それぞれ全長300メートル超の2本の桁を支える、終端に巨大なコンクリート製の重りを吊り下げる構造である。幅50センチメートルのI型鋼材の梁を桁に 1.6 メートル間隔で、渡し、デッキ面はコンクリート舗装である。この橋は1939年3月と1848年12月の2回、郵便切手に登場している。見かけが独特なクルイムスキー橋は、費用対効果が非常に低い。鋼材約1万トンすなわち、デッキ1平方メートル単位およそ1メートルトンを費やし、橋自体、空間利用率24から 38.4 と、非常に非効率である。デッキは2001年に舗装をやり直した。改修中は交通を制限したが完全に閉鎖することはなかった。形容詞の解釈には諸説あるが、すべてクリミア・タタール人やクリミア半島に関連している。AB 本体 262.5 メートル、45.25 プラス 168.0 プラス 47.25。モスクワ百科事典1997、クルイムイスキー橋。ロシア文化省。地域における歴史的及び文化的重要性を認め、種別を記念碑とする。保護対象の理由は、2014年4月10日付のモスクワ市第343号の文化遺産局令による。指定地の境界決定は、2011年3月16日付、モスクワ政府第 66PP 号の決議、また対象をモスクワ市の保護下に置くについて、2007年5月16日付、モスクワ政府令、第 932RP 号、モスクワ市の文化的遺産の特定対象物の国家、保護受け入れについてに準拠する。AB、モスクワの橋2004、ピアニッシモ、122、モスクワの橋2004、ピアニッシモ、124、島田静夫、優しくない材料力学、中日本建設コンサルタント、2011年3月22日、2020年10月7日、閲覧。科学書館、株式会社、橋梁&都市プロジェクトイシュン1344から7084は2010年に週刊。ウェブ版は、著者が電子化を想定して、企業サイトに公開した、予定号。アイバーとは両端に穴を開けた、短い引っ張り材のこと。メガネフレームと似た形からアイバーと呼ばれ、この材料を用いたピントラス橋は、鉄道橋にも見られたソビエト宮殿に用いられたのと同じもの。モスクワの橋2004、ピアニッシモ125、出版都市順。ありがとうございます。